こんにちは、まさひろです。今日は首のアイソレーション、前後と左右について解説をしていきます。よろしくお願いします。そもそもそのアイソレーションってどういう意味があるかっていうと、孤立とか隔離とかそういう意味があるんですけど、ダンスでは動かしたい部分だけ動かして他の部分は止めるっていう動きのことを言います。例えば今回の首のアイソレーションだったら首だけ動かして他の体の部位は止める、肩だったら肩だけ、胸だったら胸だけ、腰とかあるんですけども、パントマイムとかこうポジスとか、ああいうのを思い浮かべていただくと分かりやすいかなと思います。で、今回は、首のアイソレですね。前後と左右って言ったんですけども、前出すのと後ろにまあ戻すのは多分簡単だと思うので、横に動かす方ですね、こちらが多分ダンス初心者の方とかはちょっと難しいと思うので、首の横の動かし方を重点的に解説しています。動画の前半ではその首の動かし方、やり方と、後半では曲に合わせてこのアイソレーションの動きやってますので、アイソレの練習として使いたい方は動画の後半からご覧いただければと思います。それでは首のアイソレーション、前後と左右やっていきましょう。はい、では早速やっていこうと思うんですけども、アイソレーションで大事なのは何かっていうと、僕は可動域とリズム感かなと思っていて、で、可動域っていうのはこう自分が動かせる範囲ですね。だからどんだけ幅があるかで、まあ、リズム感は、まあ、しっかりリズムを刻めるかどうかですね。で、なので別々の練習をした方がいいかなと僕は思います。可動域を広げる練習、まあ、ったら柔軟ですね、首の柔軟ストレッチと、あとはリズム感を良くするために曲に合わせてやる練習と、まあ、2つ分けてやった方がいいかなと思いますので、前半では可動域を広げるストレッチと流れとやっていこうかなと思います。はい、ということで最初はまずストレッチですね。首のストレッチからやっていこうかなと思います。結構これ入念にやった方が後々それがコツにもつながるので、ちょっとやってみてほしいですね。まず右からグーッと倒します。で、首の力だけで倒そうとするとちょっと甘いので、ここから手を使ってグーッとさらに下に圧をかけていきます。なのでここが張ってる状態ですね。この筋肉が張ってる状態を覚えておくと次がやりやすいです。逆もですね、左グーッと、これ頭を押さえるでもいいし、顎を持ち上げるでもいいです。ちょっとそれはそれで別の部位が張ってくれるので、どっちもやった方がいいかな。頭を上から押さえつけるのと、こう顎食いですね、グッと、はい。で、次下もこの首筋後ろの方が張るような感じでグッと下に行きます。で、最後上ですね、グッで、これも多分首だけだったらこれぐらいだと思うんですけど、ここから手を使ってグッと上に、はい、やってもらいます。多分普通に生きてて、こんな真上を見ることってあんまないと思うんで、結構首のこの筋が張ると思います。で、この張る感覚ですね、まず覚えてもらってやっていきます。この状態で前後やっていこうと思うんですけども、前後ろ前、これでまあすぐできたらもう前後はこれでもいいんですけど、ちょっと鏡見てもらって、間違えというか初心者がなりがちなこう首の動きがこうしゃくれちゃう、こんな感じかなっていうのが多いんですけども、どっちかっていうと、まあ、下この顎ラインですね、鏡を見てこの顎のラインで下げてもらうといいと思います。もしくはもう真ん前でもいいんですけども、もし真ん前でやるとしたら、顎がしゃくれちゃう人は意識をなんかおでこですかね、おでこをこの辺にペタッとくっつけに行く、そういう意識でやるといいかなと思います。前後はもうさっくりこれぐらいにしておいて、次左右ですね。左右多分最初なかなか大きく動かせないと思います。最初からこう首が柔らかい人、なんか普段からこういう呼吸をしてる人いるか分かんないですけど、元から首柔らかい人はいるんですけど、多分最初は皆さん大体硬いと思うので、そういう方は最終目標は肩も全部止めたまま首だけ、これを最終目標とはするんですけど、まず最初にまあいろんな補助をつけて横に動かせるようにするやり方3つ紹介します。1個目はこう腕を上に上げて、この腕の内側に向けて自分の耳をこうくっつけにいく、多分それでも最初はなかなか動かないと思うんですけど、結構腕を大きく上げちゃえばここの距離が短くなるので、最初はすごい自分に甘くていいです。ちょっとでも動けば、ちょっとでもくっつけば、
腕をくっつけに行ったらダメなんですけど、こうなるべく腕を高くにしてグッてやったら多分最初からこれはできるかなと思います。でもしこれもやりづらかったら、似てるんですけども手を耳とかほっぺたの近くに寄せてこれをくっつけにいく、こういうやり方もあります。でこれって結局一緒なんですけども、肩をちょっと上に上げてるんですね。こう、まあ、手だけここだと多分やりづらいと思うんです。こうそれこそなんか顎をつけに行きがちになっちゃうんですけども、これをちょっとこう肩を上げてあげると、まあ、手はもう何だっていいんですけど、肩を上げてあげるとこう首が動かしやすいので、最終この肩は下げた状態でやるんですけど、最初のうちは補助としてちょっと肩上げて、まあ、手なり腕なり、まあ、手の置き場所はどこでもいいんですけど、ちょっと肩を上げた状態でやるとやりやすいかなと思います。3つ目は、横に倒します。最初にやったやつですね。腕でこう首を下に押さえるやり方で、ここの痛さありますよね。これを残したままこの鼻の付け根、ここを中心としてグッと立ててあげる、顔を立ててあげる。もう一回やると、倒して顔を立てると、ずっとここが張った状態をキープしてるんですね。わかるかな。逆もグッ、ここを中心にグッ、こう戻らないでここから頑張ってグッとミシミシ言うと思うんですけど、立ててあげる。なんやったらちょっともうこう向きがなんかある程度こう変わっちゃってもいいんですけども、できればここから真ん前正面を見たままグッと、逆もグッやってあげると、まあ、このミシミシ具合がなんかいい感じのヒントになって、こう痛いところ狙いでいけば結構近いところにいけるかなと思います。でこの痛いところが慣れたら、そのポジションに向かってこっから痛いところにいけるかなと思います。この時多分なりづらいと思うんですけども、もしこれでまた顎からいっちゃう場合、その時はそれはちょっと間違ってると思って、さっきのまたここですね、ここの張ってる感じを残したままグーッとやってもらったらいいかなと思います。はい、前後左右この感じで、ついでに上下もやっておこうかなと思います。上下は最初のストレッチだったこれですね。上と下、上はこれなんですけども、この首が座ってる位置、最初の前後はここの位置だったんですけども、上下はもうグッと首をなんていうんですかね、この肩の上に乗っけてあげるみたいな。でここからちょっと小回りに顎を引いてあげる。なんかもう二重顎どころじゃないですね。顎をもう喉仏に刺すような。これもちょっとやっておくと、まあ首全体の筋肉がほぐれるかなと思うのでいいかなと思います。この縦と同じような回し方で言うと、横もですね。ぐっと一回す。真横。これめっちゃ横向こうと思うと、ちょっとこう体がついていっちゃうので、右向くときは右手でこう自分のほっぺをぐっと後ろに押し込んであげる。でその時に左手で肩をこう押さえ込んであげる。これ左手でやっちゃうとこう体がこういっちゃうので、体を正面に保つために右は右手でこの辺が張ってるかなと思います。逆もですね。はい、という感じで、まあ、こういうふうにこういろんなこの首の筋肉全体ですね、これをまずほぐしてあげると、そうするとアイソレーション、まあ、この後前後左右曲に合わせてやっていくんですけども、それ以外の動きも、まあ、横に倒す動きも向く動きも上下も採集できるようになるので、まあ、このストレッチの段階でなるべくこう遠くを向く練習をしておくと柔らかくなっていいかなと思います。はい、ということで後半曲に合わせてやっていこうと思います。まず前後からですね、さっきに説明しておくと、交換とかけて前、交換とかけて後ろ、2カウントかけて前、1、2、3、5、6、はい、これ2へと言います。で次横行きましょう。横は4カウントずついきます。手はどこ置いてもいいです。肩でもいいし腕組んでもいいんですけど、この状態で1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、でこれ2カウント次、1、2、3、4、5、6、7、8、これ2へと言います。でここまでできたらもう OK なんですけども、最後ちょっとチャレンジということで1カウントずつですね。1カウント、ツッツッチャッツッツッツッ、はい、シックス、セッ、横も右だけ1カウント、はい、シックス、セッ、左もやって1カウント、
はい、このワンカウントまでをちょっとチャレンジしていこうかなと思います。では曲に合わせてやってみましょう。前後4カウントからいきます。5 2 3 4 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 5 2 3 4
ツーカウント、せーの、ワン、ツー、ファイ、シックス、ツー、ツー、ファイ、ちょっとほぐしてもらって、次ワンカウントですね。右行きます。はい、左、はい、右、はい、左、はい、はい、お疲れ様でした。多分凝ってるんじゃないかなと思うので、ちょっとマッサージなり、もう一回こういう首のストレッチなりしてもらって終わってもらったらいいかなと思います。今回首の可動域を広げるためのストレッチの重要性であったり、一例として曲に合わせてやるアイソレーションの練習、こちら紹介したんですけども、もちろん他にもアクセントをつけたやり方であったり、回し方とか、まあ、その首の動かし方の分だけそのアイソレーションで遊べれるかなと思います。まずはこの前後と左右ができるようになっておけば、次はこれをこうつなげてですね、回すとかっていう風にもできるので、そういう風にどんどんこうステップアップしていければいいんじゃないかなと思います。まあ、その他の動画もですね、これから出していこうと思うので、よかったらそちらもご覧ください。はい、それでは今日はこの辺にしておきます。どうもありがとうございました。ではまた。